日本消防設備安全センター、一般財団法人日本、消防設備安全センターは、1975年、昭和50年8月1日に、消防用設備等の点検業務に携わる、消防設備点検資格者の要請及び、消防用設備、機器の品質性能の確保向上を図るための認定、表情という2つの業務を柱として、自治大臣の許可を得て設立された。 平成25年4月の一般財団法人への移行を経て、現在に至る、消防を取り巻く情勢の変化に柔軟に対応しつつ、消防防災に係る各種の事業に取り組んでいる。消防設備点検士各社、防火対象物点検士各社、防災管理点検士各社、自衛消防活動中核要員等を要請するための各種講習や、消防防災用設備機器の認定。 性能表情、特殊消防用設備等の性能評価、消防防災製品等の推奨、さらに消防防災情報通信システムの調査設計、消防防災に関する国際協力、調査研究、違反是正支援、各種出版物の観光、都道府県消防設備協会及び消防防災事業団体との連絡協調等、多岐にわたる事業を実施している。 郵便番号105-0001東京都、港区虎ノ門2丁目9番地16号日本、消防会館内、郵便番号542-0081大阪市、中央区南千葉3丁目11番18号郵政、福祉震災橋ビル内、郵便番号460-0008名古屋市中区、堺一の23-13伏見ライフプラザ6階、 消防用設備等及び防火防災の安全に係る専門技術者を要請するため次のような講習を実施している。一定の防火対象物に設置されている消防用設備等や特殊消防設備等は維持管理の徹底を図るため定期的に点検し、その結果を管理権限者が消防機関に報告することとされている。 消防用設備等の点検は高度で、専門的な知識と技術を必要とするため、第1種、種として、機械系統の設備、第2種、種として、電気系統の設備及び特殊、特殊消防用設備等の消防設備点資格者講習を、消防庁長官の登録講習機関として、全国各地で実施し、消防設備点検資格者を要請している。 一定の防火対象物については、用途の実態や消防計画に基づいた防火管理の実施状況等、火災予防に係る事項を定期的に点検し、その結果を管理権限者が消防機関に報告することとされいる。この場合の点検は、消防法令及び火災予防等に関する専門的な知識を有する防火対象物、点検資格者が行うこととされていることから、 総務大臣の登録講習機関として、全国の主要都市、防火対象物点検資格者講習を実施し、資格者を要請している。大規模建築物等については、防災管理業務の実施状況を、毎年1回定期的に防災管理点検資格者が点検し、その結果を管理権限者が消防機関に報告することとされている。 この点検は、防災管理対象物の点検に関し必要な知識、及び技能を習得したもの等であることが求められていることから、総務大臣の登録講習機関として、全国の主要都市で、防災管理点検支社講習を実施し、資格者を要請している。大規模建築物等については、自営消防業務講習の終了者等を、統括管理者及び本部隊の各班の班長として、 配置した自衛消防組織の設置が義務付けられている。自衛消防組織は一定の設備、色材等を備え、地震や火災等の発生時において、初期消火、消防機関への通報、在管者の避難誘導など、火災等の被害の軽減のために必要な業務を行う折である。この自衛消防組織の業務を統括する要因は、 必要な学識経験を有すると認められるものであることが求められることから全国の主要都市で自衛消防業務講習を実施し、統括管理者及び本部隊の班長等となるための要因を要請している。消防機関、消防団、自主防災組織、防火対象物、危険物施設等において重要な消防用設備等として設けられている下半消防ポンプ等は 機能を維持するために定期的な点検を行う必要があり、エンジンを中心とした整備に高度な技能が要求される。この下半消防ポンプ等の点検、整備について必要な知識及び技能を有するものを要請するため、下半消防ポンプ等整備資格者にする規定に基づく講習を行い、下半消防ポンプ等整備資格者を要請している。高度な消防防災用設備機器。 システム等の普及、開発に資するため、次のような認証事業を実施している。消防法施行規則第31条の4第1項に、規定する登録認定機関として、消防用設備等またはこれらの部分である、機械器具が、設備等技術基準の全部または一部に適合している、ことの認定を行っている。技術革新等により、新しい消防防災用設備機器や、 消防活動用装備品が開発されていることを踏まえ、認定対象となる消防用設備等以外の消防防災用設備機器の性能を評価するための性能定を行っている。総務大臣登録検定機関として、消防法昭和23年法律第186号第17条の2第1項の規定に基づく特殊消防用設備等の性能評価を実施している。 消防法第17条第3項に定める特殊消防用設備等として総務大臣の認定を受けるものを除き個々の防火対象物に設置する消防設備システムについて消防法令により義務付けられている消防用設備等の基準による場合との同等性の判定及び総合消防防災システムガイドラインへの適合性評価を行っている 消防防災分野において有効に活用できると認められる製品及び高度情報通信技術を用いたシステムを推奨し消防機関や消費者等に情報提供を行っている市町村と集落などを結ぶ市町村防災行政無線システムについて市町村からの相談に応じ調査設計、施考管理の業務を自宅している地図検索 出動車両の選定、災害通報地点の自動表示などの高度な情報処理機能を組み込んだ高機能消防指令センター及び消防救急デジタル無線システムについて消防機関から調査設計、思考管理の業務を自宅している。都道府県と市町村などを結ぶ都道府県防災行政無線システム、災害情報を一元的に管理運用する。 総合防災情報システム、ヘリコプターテレビ伝送システム等について、都道府県から調査設計、思考管理の業務を自宅している。各都道府県から消防救急無線の広域化、共同化及び消防指令業務の共同運用等について、整備計画の検討、策定、また電波電波調査などの業務を自宅している。今後は基本設計、 実施設計に続き、工事施向管理業務を自宅していくこととしている。災害から、住民の生命、身体及び財産を守ることを世界各国の共通課題として、途上国の発展に寄与すべく資金協力、技術協力、援助活動等の国際協力業務を行っている。火災をはじめ各種災害の防止、被害の軽減、原因究明などのため、 次のような調査研究に取り組んでいる。消防防災に関する専門研究機関として、消防庁及びその他団体から各種のテーマについての調査研究を受託し、幅広い分野で質の高い研究を行っている。事業を推進する中で培われたノウハウを活かし、実践的かつ具体的なテーマに重点を置き、自主研究として調査研究を行っている。 消防防災用設備等研究基金により、消防業界共通の研究や、製品の開発、普及に資するための研究テーマを選定し、所要の助成を行っている。消防法令や消防防災関係の知識技術の普及に役立つよう、次のような観光物等の作成判布を行っている。消防関係法令集、消防設備士受験準備用の参考書、 および消防防災関係の点検を行う際に必要な実務書等消防防災関係者のための図書を発行している。機関紙として月間フェスクを昭和56年10月から毎月消防防災関係者等に消防防災に関する最新の情報を提供することを目的として発行関係法令の制定、改正の速報、解説、 関係通達、通知、防災関連情報等を掲載し、消防防災関係者に最新の情報提供を行っている。各都道府県消防設備協会や各消防防災事業団体と緊密な連携を図り、消防用設備等及び特殊消防用設備等の適正な保守業務の推進や防火対象物の防火安全の徹底を図るための各種事業を追っている。 防災製品 PL センターは平成7年7月の製造物責任運法の施行に伴い防災製品の事故に係る相談、苦情処理、紛争処理等を行う裁判外紛争処理機関、ADR 機関として設立された。平成16年7月からは防災製品に係る事故情報の収集、公表を行い、類似、 関連事故の再発防止に向けて迅速かつ適切な対応をとっている。平成13年9月に発生した歌舞伎町ビル火災を契機として違反是正を厳正に執行できる要消防法の改正が行われた。これを受け全国の消防機関が行う防火対象物の違反是正を側面から演するため違反是正支援センターを設置、消防職員を対象とした。 違反税制研修会、各種印刷物、参考図書の発刊等を行っている。消防用設備等の認定、消防防災用設備機器の性能表情、消防設備システム評価等の認証事業、市町村防災行政無線や、高機能消防指令センター等の設計、施行、管理事業等を行っている。自衛消防業務講習。 防火対象物点検資格者講習、防災管理点検資格者講習、防火、防災管理講習等を行っている。特殊災害や大規模災害の発生時に、消防機関が使用する、消防活動用資機材、また市民が避難する際に使用する、呼吸用保護具などの防災製品の適切な基準、及び、品質、性能の評価について、調査研究等を行っている。 消防車両情報サイトは、消防車両の使用書や、工夫事例のほか、車両の装備、積載品等の情報を掲載した情報サイトの運営管理を行っている。諸外国における消防防災に関する情報を収集し、分類整理を行うとともに、日本の消防防災に関する法令、制度、消防用設備に係る情報等を諸外国に紹介している。 消防防災関係者に向けて、消防防災に係る有益な情報の提供や、共有・意見交換を目的とした、ソーシャルネットワーキングサービス・消防交流広場を運営している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。